東京から伊東市の別荘地に家族と遊びに来て、おとといから行方不明になっていた4歳の男の子が、今朝警察によって無事発見されました。見つかったって。生きてる。無事発見されたのは、東京都足立区の美容師福見優さんの長男で、保育園児の蓮希ちゃん4歳です。警察によりますと、蓮希ちゃんはおととい正午ごろ、伊東市池にある会社の保養所で別の家族の子どもたちと遊んでいるうち、行方がわからなくなりました。そして今朝、再び捜索に入った警察官が午前9時前、保養所の裏手の沢を500メートル下ったところで、体育座りしている男の子を発見し、蓮希くんと聞くとうなずいたということです。今見つかった蓮希くんが救急車に運ばれていきます。体力もないだろうと思ってたんですけど、なんか自分で必死に生きようと思って頑張ってたんだなと思って、まあ、そういうのを思うと本当に見つかってよかったと思います。本当皆さんには協力してもらってすごい感謝してる気持ちなんですけど、生きててくれてありがとうって声をかけたいのと、まあ、まずお菓子大好きなんで、お菓子とりあえずあげたいなと思って。警察によりますと、蓮希ちゃんは顔に切り傷などがあり、意識はあるものの衰弱し、話ができる状態ではないということです。